皆さんこんにちは、魔法能力セラピストのじゅんこです。今ですね、これから個別セッションが始まるんですが、ちょっと時間があったので、動画配信というかね、録画をしようかなと思いました。今日はライブではないんですけれども、なんか最近いろんなご報告があって、例えば以前温浴のライブにいらした方が、まあ、その時にね宣言したことが叶ったっていう報告をいただいたりとか、まあ、それが本当に多くて、あと叶ったっていう人もいれば、本当にやりたいことが違っていたんだとか、本当はなんか頭ではこうしたいと思ったけど、実はその心というか魂というか、そっちは本当はそれがやりたくなかったとか、本当の本当の自分に気づき出して動き出している人たちが多くなってきたなって思っています。それで今日は、まあ、婚活編ではないんですけれども、結構やっぱり、婚活に疲れてる方も多くて、例えばなんかね、アプリとか今出会い系のアプリ、実際に私の友人でアプリを使ってもう素晴らしい方と出会って、幸せな結婚生活を送っている友達も多いですね。でも反対にそれで出会えなかったとか、疲れてしまったっていう人も多いのも事実です。でもそれもまあ出会いの一つだと思います。アプリをやればいい悪いとかでもなく、お見合いすればいい悪いとかでもなく、全て出会いのための出会いのためというか、出会うためのものなので、どれもやってみて自分にどうなのか、合うのか合わないのかみたいのもあると思うし、そこで出会う人とのご縁とかもあると思うんですよね。それでなんか最近というか、私のところによくご報告をいただくのは、大体その執着っていうものを手放すってよく言いますけれども、本当に絶対今日このパーティーで見つけるんだみたいな時に合わなくて、意外になんかもう今回は楽しんでればいいやって言って、なんか例えばね、マチコンとか行って、まあ、これも昔受講生の方なんですけど、マチコンに行って、自分がその時はなんか出会おうって全然思わなかったらしくて、なんで行ったかっていうと、なんかその何日か後に会う友達が毎回その子に会うと婚活をしてるのかとか最近どうなんだって聞かれるから、その子に報告するために、あ、ちょっとマチコンとか行って頑張ってるよっていうために参加したっていう子がいて、でその子はそのマチコンに行った時に、別にここで出会おうとか全然思ってないし、友達ぐらいできたらいいなぐらいだったみたいなんですね。それでもうみんななんかこうね、女の子ってね、一生懸命取り分けたりとかしている中、その子はもう食べたいものをぐわーいっぱい食べて、飲みたいものを飲んで、別に取り分けるとか多分ちょっとはしてたと思うんですけど、なんかそういうこともせずすごい楽しんでたら、なんと一番好印象で、でそこで出会った人と、まあ、うっかりお付き合いしてたりとか、あとたまたま飲み会行こうと思ったらそれがなくなって、で違うところに行ったら、そこで隣り合わせの人と偶然に結婚したとか、いろいろあるんですよね。で今回もメールでいただいたのは、その秋だったかな、予宿の講座、そしてその後に、まあ、こういった個別セッション、音を使って音を浴びて本当にこうしたいんだっていうのを、まあ、炙り出すというか、そういったようなセッションをした時に言っていた、まあ、ある意味シンデレラストーリーですよね。その方のシンデレラストーリー、シンデレラっていう物語ありますけど、それをもう高らかに宣言していて、そしたらそれが思い通りになったっていう報告があって、なんか最近そういうのが立て続けに続いているなと思って、すごくすごく嬉しいです。本当に多いご質問なんですけど、こうしたいとかあったとしても本当にできないんじゃないかとか、私に
こんな私で大丈夫なのかとか、自分が願ってもその自分の願いを自分の中で打ち消すってことをよくやっているので、それはまあ心の声というか、顕在意識のところではあるんですけど、でも顕在意識もと潜在意識、また詳しくお話ししていこうかなと思うんですけれども、潜在意識を書き換えるためにどうこうするとかではなくて、もう自分自身が本当にこうしたいんだって思ったことにただただ向かっていくだけなんですけど、そこにいろんな障害を感じるだけのことがいっぱい出てくるんですね。でもそれを必ず乗り越えた人にはちゃんとここが待っているんですよ。自分で夢を作るのも、夢を作るのも自分、夢を壊すのも自分、別に夢も持たなくてもいいかもしれない、でも人生一度きりなので本当にこうしたいんだって言って諦めなかったら絶対そこに行くと私は信じているし、私も今、なんかそこに向かって一つ一つ毎日やってますけれども、なんかそういう自分自身が本当にこれをやりたいんだみたいなところに向かっていく人たちが集まって、よりよく世界がなっていくのかななんて思います。で、例えば私はこうしたいんだって思ったとしても、要はね、さっきも話したように自分でそれを壊していったりとかしてしまうんですけれども、あともう一つが、実際に自分がそういうことをできるかわからないっていう自分への信頼っていうのが、なかったりっていうか、信頼感が少なかったりします。で、自分自身を信頼一番していくのは自分のはずなんだけど、一番していなかったりするんだよね。だから、どうせ私いつも中途半端に終わってるしって思ってたらまた中途半端に同じようにできなくなっていってしまうんだろうなみたいな過程を作って、その過程に沿って、まあ過程というかね、それもストーリーの一つだけど、そっちに進んでいるだけだったりしますよね。で、あと本当にこういうふうにしたいんだっていう思いが、実際にこれが本当に自分が望んでいることなのかどうかすらも分かんなかったり、だから例えばね、宇宙って言っても全部私それぞれの方の延長に全て宇宙も神もあるという考えでいいと思うんですけれども、例えば直感としてひらめいた時に、それを自分の本当の心の声なのかどうかがわからないっていう人が多いんですよね。でもそれも自分を信頼していく、そして信頼を作っていくと、その全ての自分に降りかかる情報というか、まあ、直感ですよね、あ、こうひらめきとかそういったものも全てが、自分へのメッセージサインなんだっていうことに自信を持ってくるんですね。これも一つ一つ作っていくことができます。それをみんなやっていくと、もう絶対、そう、なんて言うんでしょうね、絶対というか自分の軸が育って揺るぎない自分、別にしなやかでいいと思うんですよ。まっすぐ立ってるとポキッて折れるから、しなやかになんかうまくいかないなっていう時も、うまくいってる状態とか、この状態がとてもいい、願いを叶えやすい周波数なんだっていうのを自分で、エネルギーとかね、自分のエネルギー、今の状態はとてもいい状態っていうのが自分自身で分かっていくので、それも自分への信頼を作ることによってできていきます。それで例えばそういう直感とかひらめきとか、そういったものが本当に自分自身の、魂の声なのかっていうのを分かるようにするというか、その声すらも出てこない人が多いです。その時に例えば頭で考えて、自分の本当の声は何だろうなんてやってって絶対に浮かんでこないしね、なんかノートに書きながら私はこうなのか、これが本当の私なのかとか言っても出てこない。その時に音楽というのがものすごく有効に使えるものなんですね。音楽というか、まあ、ちょっと私の歌とその声とその周波数とかエネルギーっていうのが宇宙にダイレクトにつながるっていうのが、まあいろんなね声の分析とかで出ているんですけど、これも都市伝説のように信じるか信じないかはあなた次第ですみたいなことになっていきますけど、
言葉だとやっぱり奥深くに入れない。音楽っていうものは心の奥の奥の深いところまで無意識の状態に入っていきます。で、昔あのピラミッドも音の波動で作ったって言われているし、なんか音からこの世の中は作られたっていうぐらい、私たちの言葉の前にもちろん音があったので根源的なものだと思います。なのでこの音を使って本当の本当のこうし私はこういう風に生きていくんだっていうのを炙り出して、それを見て、そしてそれを自分で掴んで、そういう風に自分の人生を作っていくことができるんだっていうのを自分自身で気づくためにこの音楽を使っています。で、音を浴びてるみたいだって言われてから音浴って言ってるんですけれども、何本当にこういう風にしたいんだっていうことに気づきたい方はまたぜひね、ブログとか私のこういう配信とか、あと YouTube にいろんな、まあ、短いですけど歌とか入ってるので、なんか聞きながら、本当にこうなったらいいなっていう妄想をたくさんしていただければなと思います。短い時間ですがありがとうございました。婚活の話をしてたのに全然違う方行っちゃったから、今度はまあそういうとね、出会いとか婚活のこととかそういうことをなんか話していこうかなと思います。ではありがとうございます。